青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆さんこんばんは、料理カウンセラーの青木由美です。皆さん、女優の佐々木千明です。さて、この番組愛され召し上がれは、婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんが運営されていらっしゃる愛され飯協会での活動をベースに、ラジオを聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、最新調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組です。この番組を通して、婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものを感じていただければとても嬉しいです。それでは早速、青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し、調理師免許を取得。その後、専門学校でアシスタント講師として ご活躍の後、2012年に起業。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて、女性が心、時間、経済に豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。料理を通して、例えば婚活、恋愛、親子関係など、普段の生活の中でのさりげない気づきのヒント等についてお話ししていきたいと思っております。そして、私と一緒にパーソナリティを務めていただけるのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在は佐藤製薬様、リゾン様、他の CM をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。そして、ここ市川うらら FM さんで、言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でも、レギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まずはじめのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは、意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ませてる、料理は作ってみたいけどなかなか習いに行く時間がないなどお悩みの方々に、青木由美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して、今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さん、早速お願いいたします。前回ね、このコーナーでは12個ある料理上達ステップの2つ目、はい、定番料理をレシピ見ながら一品だけは自信を持って作れるようにするを紹介してきました、はい、前回のステップ知りたい方はね、あの YouTube にアップされる再編集映像配信版をご覧いただきたいと思います、はい、そして今回のテーマは、はい、10品作ってみるというものです。10品、いきなり10品、ちょっとびっくりしますよね。そうですね、わかります、その、ね、本当その通りだと思うんですけど、はい、これ一気に10品作るではないですよ。あ、よかった、1日でかと思っちゃいました安心してください、はい、で1ヶ月かけて構わないので、はい、10品順番で構いませんから作ってください、はい、でこれですね、はい、前回1品完璧に作れるようになったばっかりで、はい、10品か大変だなって感じるかもしれないんですけど、はい、これももちろんレシピ見てもらって大丈夫ですから。レシピ見ちゃって大丈夫なんですね。大丈夫です。よかった。レシピ見ないで作ることが目標ではなくてですね、はい、まず10品作ることが目標になりますので、はい、この10品なんですが、はい、できればですね、定番料理と言われるものを選んでください。はい、定番料理というと、はい、まあ、オムライスとか、うん、あとハンバーグとか、はい、肉じゃがとか、あとはサバの味噌煮のようなメインのお料理ですね、はい、そして、まあ、トマト煮込みとかバンバンジー、はい、酢の物のような副菜、うん、合わせて10品です。あ、どっちも合わせて10品で OK なんですね。合計で10品です。じゃあもう主菜と副菜の割合とかは特に気にしなくても、はい、大丈夫です。全部で10品だったら好きな割合で作ってください。はい、でこれですね、お料理を人に食べてもらおうってなった時に、はい、まあ、一番不安なのって味付けだと思うんですよ。そうなんですよ、ね、それこそ切り方とか、はい、炒めすぎかななんていう心配よりも、はい、味大丈夫かしら、本当にそれなんです。ここ心配になりますよね、はい、これね、私も昔ね、はい、お料理始めた時って、調味料入れ忘れちゃって、味が全然しないなっていう失敗あるんですよ。由美さんもそんなことがあったんですか？あったんですよ。これですね、なんでそういうことになったかっていうと、はい、味見しなかったからです。あ、すごい答
答えは簡単です。なるほど、ね、お料理苦手なんですって言ってる方は、はい、味見の習慣がないっていう方が結構多いんですね。え、そうなんですか。やっぱりね、上達してきてもう目で見てね、うん、お味噌汁の色とか見て、はい、あ、いつもの色っていうお母さんはもちろんいらっしゃいますよ。でもこれは慣れていて感覚で、はい、もう大丈夫って分かってるんですけど、はい、慣れてないうちはやっぱり味見ってとっても大事なんですよ。そうなんですね。で、定番料理ってよく食べてるじゃないですか、はい、なので味もねしっかりと覚えてますし分かりやすいんですよ。あー、なるほど。だから定番料理を選んでいただきたいんですね。はい。で、この定番料理を毎回同じ味にちゃんと作っていくことができたら、はい、味付けのセンスが身についてくるんですね。なるほど。何回も何回も、はい、なので10品作るっていうことはやっぱり数日のねローテーションも可能になりますし、味付けの習慣というのもできていきますので、はい、まあ様々なお料理をね、はい、あれ作ってみようこれ作ってみようみたいな感じでなんとなく作っていくよりも、はい、10品をしっかりと作れるようにしていくことで料理にね自信がついていくわけですよ。そうですね。で、人に食べてもらう時って、はい、自信がないお料理よりも自信があるお料理食べてもらいたいじゃないですか、はい、そうですね。ちょっと自信ないの出しちゃうとちょっと味付けが大丈夫とか聞いちゃいますよね。でこの人に食べてもらうっていうことによって感想をもらえるので、はい、お料理のモチベーションを保つこともできますし、はい、またねそれに美味しいって言ってもらえると楽しいなって感じることできますよ ね。もう本当にその美味しいの一言が聞きたくて作りますもんね。そうですよね。なのでね、はい、やっぱりまあどんなねお料理でも10品とか作っていくと、はい、まあ、味見が習慣になっていきますし、はい、味見っていうもので味付けに慣れていくと、はい、今度は人に食べてもらうということが安心してできるようになるので、これが自信に変わっていくんですね。なるほど。こうね、最初聞いた時は10品と思いましたけど、びっくりしますよね、はい、ただまあこの10品を作ってみる、まあ、いわゆる自分の武器が10品に変わるということで、ですもんね。こうなってくるとお料理ちょっと苦手意識なんかちょっと薄らいだ気になるかなって、な、ね、私は結構あの10品10品って結構ハードル高いって思っちゃうので、これ作れたらなんかふふんって作れそうな感じがなんとなくしました。はい、いやもう本当にね今回もとてもあの料理を上達する上で大事なことなんだなというふうに感じましたね。本当になかなか一品作るっていうのも大変だったりするんですけど、10品っていうところに目標を定めていったらなんかお料理楽しく、そうですね、楽しいって思うと、もうちょっと作ってみようかなってだんだん思っていきますしね。ぜひね皆様もまずは一品を、定番料理を一品、そして10品レシピを見ながら繰り返して作っていくということを共に頑張っていきましょう。いかがでしたでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含めこの番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして皆さんお聞きの新番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋のコンビでお送りしております。さて続いてのコーナーは由美的ゴールデンレシピのコーナー。このコーナーは料理カウンセラー青木由美さんがまずはゲストに お招きした方に書いていただいたアンケートをもとにその方のためだけの世界に一つだけのオリジナルメニューを作成していただきます。そしてそのメニューに挙げた一品についてはさらなるヒアリングでゴールデンレシピを完成させ実際に作る際のワンポイントアドバイスまでしちゃおうというコーナーです。なかなかねラジオでお伝えするって難しいと思うんですけれども、まあ、ラジオをねお聞きの皆さんのいろんなお料理のレシピ作りの参考になればなと思っておりますので、今回もよろしくお願いします。それでは皆さんお待たせいたしました。今回のゲストは人気コスプレイヤーの北野しおりさんです。皆さんはじめまして、北野しおりです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。
しおりさんもねラジオ番組されてるんですよね、はい、あそうなんです。先月この番組にゲスト出演した女優の佐藤美久ちゃんと2人でここ市川うらら FM さんで毎月第2第4日曜日お昼12時から北野しおりのリアルドライという番組を担当させていただいております、うん、あどういった番組なんですか。コスプレイヤーの裏側やコスプレイベントアニメ漫画等の情報をリアルに、そして私の元々の性格として言われるんですが、はい、ちょっとドライに紹介していく番組ですなるほど。それではですね、はい、ここで今回のゲスト北野しおりさん簡単なプロフィールご紹介させていただきたいと思います。北野しおりさんは千葉県のご出身で現在は大学で服飾の勉強をされながらセリナという名前でゲームキャラを中心としたコスプレイヤーとして活動されていらっしゃいます。主にレイヤーとしての画像はツイッターなどに上げておられ、そのフォロワー数はなんと約5000人すごいですねということなんです。またですね、先ほどお話のあったラジオ番組北野しおりのリアルドライではラジオ初挑戦にもかかわらず軽妙かつリアルにドライなコメントにリスナーの方はもちろん番組スタッフも時にはドキドキなトーク内容だそうですそうなんですか。いやそうですね、結構好き勝手喋ってるので、こう一緒に番組やってるみくちゃんがちゃんとまとめて仕切ってく、私を制御していくって感じですね。私もね漫画とかアニメとか大好きなんですけど、はい、一つねちょっと聞いてみたかったんですけど、コスプレの衣装って皆さん自分で作られてるんですか。なんか自分で作る人も多い、私も昔作ってたんですけど、はい、まあ、全然買う人もいます。なんか作るの結構大変なんで、大変だしお金もかかるし時間もかかるので、まあ、パッとお金払って買う人も多いです。私は最近そうです。へー。じゃあ結構売ってたりも。あ、はい、アマゾンとかに全然売ってますよ。あ、そうなんですね。はい、私もあのハロウィンの時に仮装って、はい、ですかね、はい、で、フランス人形みたいなひらひらの洋服とか着たことありますけど、ロリータみたいな、そんな感じですね。そうなんですか。なんかすごい見てみたいです、ね、私もちょっと意外な一面を見たなって思いました。なんかきっと魔女だろうなって皆さんに言われたので逆を行こうと思って。あ、なるほど、フリフリ系、フリフリで。でもね、コスプレってなるとそのキャラクターになりきるっていう形ですよね。そうですね、化粧、お化粧とかでも結構寄せてく感じです。じゃあこう何かもう本当に その人になるって思ったら、はい、全部お化粧も真似するんですか。そうですね、このキャラ釣り目だなって思ったらちょっと釣り目になるようにお化粧したりとか、このキャラちょっと幼い顔だなって思ったら幼くなる感じでお化粧したり寄せていきますね。こだわってるんですね。私もあのリアルドライの番組、はい、あの映像版でね見させていただいたんですけど、あのイベントとか、はい、まあ、アニメのこうコスプレの 大会っていうんですかね、はい、ああいったものって結構いっぱいあるんだなと思ってびっくりしました。そうなんですよ、結構頻繁にやってて、イベント大体、まあ、大きめのイベント月に1回とかいろんなところでいろんな主催でやってるので。そうなんですね。はい、へ、なんか身近な、ね、ところですぐ行けるものなんだなっていうのがちょっとびっくりでした。意外なこう、ね、知らなかった部分というか、コスプレ、ね、そうなんですね。なんか一般の人知らないですよね。いやもう結構敷居が、ね、なかなか高いイメージというか、そう結構なんか知る人ぞ知るまでいかないけど、興味持ってないと知らないかなって。イベントあるとかも冬場とかちょっと大変そうですね。寒いですね天候大事ですよね。天候大事です、移動も寒いしみたいな。そうですよね、お洋服濡れちゃったりとかしたらね。そうなんですよ。なるほど、そういう苦労もあるんですね。はい、それでは、はい、お待たせしました。このコーナー、ユミ的ゴールデンレシピの話題にお話を戻らせていただきます。まずはこのゴールデンレシピとは、ゲストの方にユミさんからアンケートということで10個の質問をさせていただいて、その回答に基づいてユミさんが4つのオリジナルメニューをご提案いただきます。ではまずユミさんの方から今回のゲスト北野しおりさんのアンケートの回答についてお話しいただけますでしょうか。今回アンケートとしてですね、はい、まあ10個の質問をさせていただきました、はい、まあ、それこそね、好きな食べ物とか、はい、あとはサラダにかけるドレッシングの量とか、はい、まあ、今一番成功させたいものは何ですかというような10個なんですけれども、はい、まずね、はい、苦手な食べ物、生トマトということがあってね
苦手なのが青臭いから苦手って書いてありましたけど、はい、なんか青臭い液体がドロドロ出てくるのがあんまり得意じゃないっていうか加熱したトマトは平気なんですけど、あ、ケチャップとかは、あ、大好きです。あ、そうなんですね、はい、トマトソースも、あ、逆に大好きです。じゃあ本当にあの青臭いなって感じる生っぽい感じがダメなんですかね、はい、なんか果実感があんまり、果実感、果実感なんだろう、まあ生って感じがフルーツとかもじゃあフルーツも物によってあんまり得意じゃない、あるんですね、はい、ブドウとか、ザクロとかイチジクとかもあんまり好きじゃない、イチゴもそんなに、いちご苦手って、ね、珍しいですね。いちごトマトと一緒にいちご味は食べれるんですよ。あ、生のいちごは食べれるんだけどそんなに興味ないっていうか、めっちゃ好きとかじゃない。なるほど、女子らしさが欠落してる。いやでもアンケートの他にもね、あの自炊の割合についてお聞きしたところ、はい、5割程度というところで結構頻繁にねお料理されてる、ま、そうですね、時間あると自分で食べたいものを自分で用意したりとか、はい、どんなの作るのが多いんですか。あ、でも私今ちょっと食事制限してるのもあって、はい、スープ系は結構大体1回で大量に作って、まあ、毎日食べるとかやりますね。トマトスープとかミネストローネっていうんですかね、はい、好きで結構食べます、いいですね、お味噌汁とか。そしてねアンケートの結果にあの好きな食べ物、はい、レンコンの挟み揚げって書いてあって、はい、ちょっと渋くて素敵なチョイスだなと思ったんですけど、なんか母親がすごい作ってくれて昔からレンコンの食感好きなんですけど、なんか、めっちゃ好きです ね、思い出の味っていうのも入ってるんですかね。あ、それはあります。なんか今一人暮らししてるんですけど、うん、母親に今日ハサミ揚げだから実家帰ってきなよって、あの釣られますね帰りたくなっちゃいますね帰りたくなっちゃいます、それ食べたいって釣られ飯ですよね、釣られ飯です、そしてね恋愛という部分が、はい、まあ、今ね気になっていてちょっと成功させていきたいかなっていうのが、はい、ちょっと気になりましてですね、はい、そうなんですね、恋愛ですね。そうですね、なんか気になるかな、難しい、気になる、気になりますね、あんまり、ね、はい、それでは、それではそんな恋愛が気になるという北野さん、はい、どんなオリジナルメニュー出来上がったんでしょうか。このね10個の質問のアンケートの結果からですね、はい、今回作り出した4品は、はい、ディアボラチキンソテー、濃厚オニオンスープ、はい、カラフル野菜ピクルス、はい、バケットの4種類となります、うん、なるほど、美味しそうね、チキンのねソテーとかなんですけれども、はい、まあ、まずはですねこのディアボラっていうのはイタリア語で悪魔っていう意味なんですね。でこれ、まあ、恋愛っていうところがね、はい、気になるとおっしゃってたので、はい、鶏肉って質のいいタンパク質を含んでいて、はい、コラーゲンも含まれてるので、はい、お肌綺麗になっていきます。なのでこういった鶏肉のお料理、はい、そしてですね濃厚オニオンスープに関しては、まあ、玉ねぎってダイエット効果もあるというふうに言われていて、あのお仕事でもね、恋愛でも見せるっていうことが大切なと思うんですよ。確かに。で、玉ねぎの栄養をスープだと丸ごと取れますし、はい、最近スープよく作ってるということもありますけれども、はい、で丸ごと濃厚なあの栄養素が取れるというオニオンスープ、はい、そしてカラフル野菜ピクルスはお酢を使っていきますのでクエン酸そしてアミノ酸も使います。で中に含まれてます、はい、でそうするとクエン酸アミノ酸というのがお肌きれいにもなりますし、さらに脂肪燃焼効果もありますので、はい、この4品を選ばせていただきました。はい、はい、では、はい、北野しおりさん、はい、この中でどのメニューについてゴールデンレシピをお入れようでしょうか。あ、私なんか鶏肉すごい好きなので、はい、ディアボラチキンソテーが一番気になります。悪魔風と悪魔風悪魔風わかりました、はい、いやおチキン好きなんですね。お肉好きなんですね。お肉好きですね。なんか脂身多いお肉よりも、どっちかっていうとさっぱりしたお肉、赤身とか鶏肉とかすごい好きですね。お肉全般好きです。あ、美味しいですよね。わかりますお魚もね全然食べれるんですけど、はい、やっぱお肉の方が調理簡単だから、お肉多くなっちゃうんです、ね、確かに。さあできました。あ、
ありがとうございます。じゃあ早速ね、はい、説明させていただきます、はい、北野しおりさん、青木由美が考えたオリジナルメニュー、ね、ゴールデンレシピの一品はディアボラチキンソテーということで、作り方ですけれども、はい、まず鶏もも肉、ニンニク、玉ねぎ、パセリ、塩コショウ、そして調味料の方はお醤油とみりんとお酒、これね1対1対1の割合で用意してください、はい、1対1対1、はい、覚えやすいです ね、うん、覚えやすい。そこにお水は2の割合で入れていただきます、はい、まあ、大さじ、ね、1杯だったらお水は2杯みたいな感覚ですね。まずは玉ねぎとニンニクとパセリは全部みじん切りにしてください、はい、次に鶏のもも肉ですが、お塩と胡椒を振ったらですね、オリーブオイルをひいたフライパンで弱火で皮から焼いてください。皮から、ね、皮目を下にっていうやつですか。そうです。これね、パリパリに焼いていくために皮から焼いていきますね、はい、わかりました。そしてひっくり返して両面を焼いたらですね、はい、お肉をもうすぐ取り出しちゃいます、はい、お皿の上にね、はい、持っていきます。次にソースの方作っていくんですけれども、はい、お肉焼いたフライパン、はい、そのまんま洗わずに使ってください。なるほど、ちょっと旨味残ってる。そうです、旨味が残っているので、そのフライパンにニンニクと玉ねぎとパセリを入れてもらったら、はい、中火で炒めていきます、はい、もうお肉焼くときに油入ってますので、あ、ね、あの油追加とかはいらないです、はい、なるほど。そしてニンニクと玉ねぎとパセリに火が通ってきてね、透明になったところで調味料のお醤油、みりん、お酒、お水、はい、これを入れてもらって、はい、沸騰したら完成ですので、はい、お肉の上にソースをかけてもらって、これで完成となります。これね、皮目、はい、パリッとね焼いていきたいなっていう方も多いと思いますし、あ、まあ、その方がね美味しいじゃないですか、はい、その時ってお肉焼いている時に、はい、油をですねスプーンですくって、はい、お肉にかけながらお肉焼いてもらいたいんですね。へえ。そうすると皮目がねパリパリになって、はい、そしてお肉の身の方にもしっかりと火が通っていきますので。なるほど。じゃあ普通にこうお料理をしててお肉を焼くときに、まあ、サラダ油とか、とかでも大丈夫なんですか。大丈夫です。絶対やってみよう。ちょっとずつちょっとずつ、なんか想像するだけで美味しそう、フライパンで斜めに傾けると結構油が落ちてくるので、はいはい、スプーンでもすくいやすくなっていきますね。なるほど。そしてね、今日はこちらをですね、はい、レシピにして持ってきました、はい、いいんですか。しおりさんにねプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。すごい、ね、これで家でもちゃんと復習できるっていう。そうです。中にねレシピが全部書いてありますので、はい、お家で作ることができますので、ありがとうございます。すごい。そしてさらにですけれども、はい、ね、私のね本の方も今日一緒にプレゼント、はい、いいですか。めちゃくちゃ嬉しいです。これにですね、また参考に、ね、お料理作る際の参考だったりとか、はいはい、じゃあどうやってね時間を短縮していくなんていうことも書いてありますので、はい、よかったら、ありがとうございます。読んでみてください。彼の心と胃袋をつかむって書いてありますね。すごい。恋愛にはぴったりな、こんな女性と結婚したいと思われるって帯に書いてあります。すごい、なんかいいですね。なんか女性が欲しがる感じです、ね、すごい嬉しい。ありがとうございます。よかったらぜひぜひ。北野さん、このゴールデンレシピ、はい、今日ねメニューいただきましたけど、はい、いかがですか。いや、ぜひ家帰って復習したいと思います。今、なんかタンパク質食事、はい、私今タンパク質メインで撮ってるんで、おぴったりでしたね。はい、すごい嬉しいです。よかった、ね、再編集映像配信版ご覧の方お分かりいただけると思うんですけども、さらにバージョンアップしておりますレシピの方が。はい、すごいです。ぜひ、もう本当にね素敵な、はい、ね、かわいいです。かわいいですよね。はい、それでは最後に北野しおりさん、はい、告知などございましたらお願いいたします。はい、私もここ市川うらら FM さんで、はい、毎月第2第4日曜日お昼12時から12時半の間に北野しおりのリアルドライという、ラジオ番組をやっております。でそちらもぜひ、映像配信版もあるのでよかったら聞いてください。私のコスプレの画像はツイッターアカウントの、SHROR IN523 というアカウントに載っているので、よければそちらもぜひチェックしてみてください。
で最後になるんですけど、先日フラッシュのデジタル写真集のオーディションの予選に出場いたしまして、はい、こちらもすごい皆さんに応援していただいたんですけど、のお礼を言おうと思って、はい、ありがとうございました。応援ありがとうございました。はい、以上です。では今回のゲスト、ゴールデンレシピの贈呈者は人気コスプレイヤーの北野しおりさんでした。ありがとうございました。以上、ユミ的ゴールデンレシピのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜日夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ今後もお聞きいただければ嬉しいです。青木さん、今回いかがでしたか。いや、もう漫画大好きなので私もコスプレやってみたくなったんですけれどもね、はい、そして私のね、青木由美の SNS、インスタ、はい、Facebook にもお料理の画像載せていますので、はい、青木由美で検索してレシピとチェックしていただけたら嬉しいです。はい、漢字で青木、カタカナで由美と検索いただければよろしいですよね、はい、そしてこの番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。